どうも、伊藤チャンネルをご覧の皆様、小川圭です、2月2日に僕は20歳になりました。20歳になって、いろんな人が なんかお祝いしてくれて、会わないよ、いつも会わない人が、あ、いつも会えない人に会えたりとか、いつも連絡取らなかった人から連絡来たりとか、すごい、いろんな人になんか感謝しなきゃいけないなって思う、20歳の誕生日になりました。それですね、19歳の時に、19歳の時にっていうか、ちょっと1月なんですけど、1月に飛龍伝という舞台をやりまして、そこで、最年少グループでいろんな、先輩方のためにのなんかいろんな修行みたいなのができて、20歳にはそのもっともっとそのなんかすごい視線がすごいんですよ、こっちから。それで二十歳には、この10代で得たものを本当に一日生かして、一日一日を大切に、していこうと思ってますので、また更新します。なんか更新しますんで、その時まで